追生が日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。皆さんこんばんは。1350八太郎、一文字八太郎です。サイミキューディーナの北村さゆみです。2011年の1月11日一並びの日に2011年の第1回目スタートというわけでございまして、改めまして新年明けましょう。おめでとうございます。ザスザス、はい、寒かったですね、新年もね。寒いですね。ね、今月23日に雪合戦広島交流大会が開かれるらしいんですけど、はい、北広島町で朝の気温がマイナス5度で積雪は100センチ。これ今日の話ですか？今日でしょう。すごいすごいね。もう県北は雪すごいですよ。まあ市内もね、ちらほらちらほらってここのところは続いてましたけども、そうですね、皆さん風邪なんかひかないようにご注意いただきたいと思いますが、気をつけましょう。今日はあれですよ、広島に狭間寛平さんがいらっしゃってです ね話題になってましたね。アースマラソンをしてる狭間寛平さんが広島にいらっしゃって、はい、瞬間テレビ派ですかね、ですよね、瞬間テレビ派ですよね。はいはい、合ってる。瞬間テレビ派というテレビ番組に出てらっしゃったという情報を私掴んでおりますけどね。そういうのがツイッターでもありましたね。ツイッターでもありましたね、はい、それからあれですよ、広島にも伊達直人現るね。もうこれ全国的になんかね、はい、すごいことになっててあれですよね、うん、2カ所でしょ、広島も2カ所2カ所あったみたいで、浅南区とそれから、廿日市ですか、はい、2カ所に現れてですね、伊達直人は誰かという正体探しをしてるバカ者もいますけど ね、もうね。だけどさ、俺すごいと思うんですけど、やっぱどう考えても梶原一騎ってすごいよね。ここへ来てまたタイガーマスクで伊達直人がこんなになるとは誰も思ってなかったんじゃないですかね。この名前が出てくると思ってなかったと思いますけどね。まあでもこうやってなんかいいことが広がるのは、なんかちょっとね、こういうせちがらい世の中ですから、こういういいことがどんどん広がるのはいいような気がするんですけどね。こっちまでちょっと幸せな気分になりますよね。なんかあれですよね、偽善者偽善者って叫んでるやつは何もせずに叫んでるから、そっちの方がかっこ悪いよね。なんかその方がやっぱり断然かっこいいと思います、私は。まあかっこいい悪いの問題じゃないんですけども、まあそういったところですか、今日の広島は、はい、で、新年一発目でございましてですね、ついなま広島ラジオも頑張っていきたいと思うんですけど、はい、新年一発目で今100人超えました。ありがとうございます。早いですね。昨日は廿日市でございましたが、今日が広島ラジオということになっておりましてですね、はい、今日は予告先やってきます。予告、一文字からお年玉付き、なんですか、オークション出店。え、何それ。これ結構すごいですよね。これすごいですよ、お年玉付き出店出品がありますんで、これオークションしますんで後ほど。それからですね、あ、寛平さん来てるけど、どうも応援者が多すぎてうまく走れない模様、明日もし見かけたら静かに応援してねということらしいですね。あ、そうなんだ。なんかあれですね、本当に走ってらっしゃるんで邪魔しちゃいけないですよね、うん、そうそう、そこだけはお願いします。で、何の話でしたっけ。そうそう、予告ですよ、はい、予告。出品オークションというのをこの後やりますし、それからあとまあちょっとね、いろいろ新年の抱負というのを皆さんと一緒にこう書き込んでいただいてですね、今年ついなまはどこに向かうのかというのをこの後ですね、そうですね、徹底討論、知りたいところ、出していただきたいと思いますんで。うちにも来てほしいな、伊達さんって何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。まあそんなわけで1時間お付き合いを、はい、ついつい生出し広島ラジオ。この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りします。バルコムユーストスタジオからの生放送なんですけども、近くにキムニーが来てたらしくてですね。そうなんですよ、さっき映ったんですけど、もうキムニーどうもありがとうございます。ありがとうございます。で、まず何から言っておきましょう。そう、今夜もですね、これ好き広島さんからクーポン券プレゼントというのがありますんで、はい、チャンスは今聞いてくれてるみんなにあります。ソーシャルストリームにツイ生が書き込むツイートをリツイートしてください。公式リツイート、非公式リツイート、どちらでも OK です。1回リツイートしてくれたらプレゼントの応募は完了なんですけど、まあ何回リツイートしてくれたら
リツイートしてくれても OK でございます、はい、抽選で一人にコレスキー広島のクーポン券をプレゼントします。今夜のクーポン券サミちゃん何でしょう。はい、 JR 広島駅の新幹線口から徒歩7分であります。徒歩7分細かいね、刻んでくるね、はい、徒歩7分誰が歩いたんだろうって感じですけど、うん、はい、広島市東区愛宕町のチャイニーズレストラン天竺というところで、今画面がちょうど ね映りましたね。天竺誰かね、割と大きな店かね誰も知らないのブフってブフってブフって言ったね今ね。 でもなんか今映ってるこのコースなんですけど、うんうん、これが、うん、天竺のフルコースプランの、うん、フルコースとプラスワンドリンク付きで、うん、7000円分の食事券だそうです。なるほど、これはあれですよ、コレスキ広島さんに行くと格安になってるわけでしょ今ね、うん、明日から、明日から、今日じゃなくて明日、明日以降でございます。コレスキ広島、はい、明日以降チェックしていただきたいと思いますが、この、クーポン券を番組聞いてらっしゃる方でツイートしてくれた方にプレゼントさせていただきたいと思います。クーポン券は1月の18日から4月の30日まで使えますんで、まあこれちょっと県外で聞いてるよという人も、まあなんて言えばいいですかね、4月までに来るでしょう、うん、広島に1回ぐらいすごい来るでしょうって決めつけてますが、天竺に行ってくださいよ。だから県外の人もリツイートしていただきたいと思います。駅からすぐですから、フカヒレスープとかね、四川風麻婆豆腐とかちょっと腹減ってきたな、ね、見てるだけで今お腹空いちゃって、腹減ってきた時の中華良くないですよね、食べ過ぎますからね、分かります ね、 それはね、皆さんも天竺にぜひ行っていただきたいと思います。コレスキ広島も今年も皆さんど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 んあの見てやっていただきたいと思います。それじゃあリツイートしていただくものを発表しましょう。これをリツイートしてください。ドンドンドン、もうすぐ出ます。行くかな、もうすぐ出ます、ちょっと待ってくださいね。ドン、まだですか、ドンドン、焦らす少々焦らす焦らす、時間がかかるっすよね、もうすぐ出ますからね、こちらです、はい、出ましたか、出ましたか、あ、すごいですよ今ね、うん、あの一文字さんがちょっと、はい、ちょろっとお年玉って言ってしまったじゃないですか。あれがですね、かなり反応がありまして、おマジで何なの何なの、あ、もうちょっと待って、もうちょっと待ってください、もうちょっと待って、リツイートしてもらうのはこちらです。ドン、来た来た、あれまだですね、ガンス娘参上ってきてこれじゃないですよ、これじゃないですよ、ドンときます、一文字さん、あ、来た来た、ついなま来た、このリツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選でこれ引き広島頑張れクーポンをプレゼント、ついなまのマークが出てるのをリツイートしてください、ね、よろしくお願いします。はい、あとカンペイさん、明日広島バルトイレブンで公演みたいのをするみたいですね。あれじゃないですか、映画じゃないですか、カンペさん映画出てでしょ、はいはいはい、イランかどっかで、そうですね、その映画を上映するんじゃないですかね、さゆみちゃんの指がセクシー、でも今ねちょっと私あの中指が立てたんでやばいなと思ってやめたんですけど、皆さんリツイートしてください。1回リツイートしてくれればプレゼント の、 けあのなんていうんですか、資格がありますので、はい、公式非公式どちらでも結構でございます、よろしくお願いいたしま す。さあそういうわけでですね、まあお年玉はまあちょっとここでも発表させてもらう前にですね、まあちょっとみんなとあのなんていうんですかね、どんな年を越したか、どんな新年の目標をあなたは持ってるかっていうのをちょっと書きながら私たちも喋りたいと思いますので、はい、さあそれじゃああなたの新年の目標、今年どうしたいか、書け書け、目標ですか、さあ書いてください、今年目標ですよ、ね、大変ですよ、リツイートもしなきゃいけないし、書かなきゃいけない、リツイートもしなきゃいけないし、書かなきゃいけない、大変なことになってます、今タイムライン、ちょっと話した方が良かったですかね、あ、そうね、今度からリツイートしてくださいで1曲曲かけた方がいいね、反省会するなって話です反省会しながら番組やるなって話ですね、皆さんの新年の目標あったらちょっと書いていただきたいんですけど、はい、お願いします、よろしくお願いします。新年の目標完了っていうのを皆さんリツイートしてるんですね。あ、リツイートね、リツイート書いてあのトークショーなんですけど、ラン&ラン先行上映会のトークショーなんですって。おお、あ、そうなの、はい、それそれ、ラン&ラン、ね、畑健さんちょうだい、いいですね畑健さん、今日畑健さんね、すごいよ、フグ食ってるはずですよ、自宅で、なんで自宅で、ツイートしてらっしゃいましたもん、つぶやいてらっしゃいました、いいの、まだみんなリツイートが大忙しって感じですかね、賭けは無謀でした、ちょっとどうなんですかね、あ、来た来た、今年の目標痩せる、無理だな、あ、なるほどね、大丈夫大丈夫、いけますよ、まだまだ、あれですよ、ダイエットはね、あの私試して買っても拝見しましたけどね、はい、結局食うなってことです ね、 あれね、そうですそうです、で食べて痩せるとかってありえないですね、私3キロ痩せました、マジで、どうやって、病気で3
それ全然笑えないじゃん。でも皆さん見てもらったらいいと思うんですけど、私の最後の去年最後の放送と今年のこのライン全然違うと思います。顎のラインが顎のライン違うと思います。 顎アップにしますか。いいです、やめてください。今日さゆみちゃんジャケットおニューですよ。今日全部ニューです、いろいろ全部。え、下着もニューなんですか。そうですね。うわ、マジでニューの下着になりたいよね。ちなみにそれは今日買いましたね。え、今日買って今日そのまま着替えてきました。うわ、すっげー、下着当分買ってないわ。まあ今年の目標は iPhone を買って温泉からツイキャスする。うわ、やってやって、もうやってみどりさんお願いしますよ。私、よしこさん気になります。身辺整理ってよしこさん身辺整理するか。今年の目標、当事者垂れ、他人事で済ませない。お名言ですよ、これ。あ、いいんじゃないですか。 QIPE さんでいいんですかね。まあまあね、ワンマンライブ2本。あ、磯さんじゃないですか、この間出てくれた磯、あの人、どっかにありました、磯道さん。磯道さんじゃないですか。磯道さん、はい、ワンマンライブ2本成功させる、応援しますね。頑張ってください、よろしくお願いします。そうそう、まあいろいろこういう風に予告とか出てるわけでありますけども、まあ今年はあれですね、一文字にとってはサバイバルダイナマイトって週末ナチュラリストで言ったんですけど、もう今年当たり前なんですけど、今日と同じことが、1ヶ月後にあるとは思わずにですね、もうとにかくやれることは全力で全部やるということをちょっとね、はい、やろうと思っておりますんで、よろしくお願いします。あとは愛だね、愛ね、やっぱり、ね、今年はね、今年はなんかみんなが婚活イベントやりたいね。婚活イベント、インセットストックとかね。はい、参加します。セットストックでやるんですか。すごいな。そうそう、他人のビッグイベントをね、ひっそりなんかついたまま婚活イベントやるっていう。乗っ取り。どう、相乗りみたいなことしたくない、バスで。ああ、いいですね。セットストック行くまでカップルができるような。それ素敵なイベントじゃないですか。それちょっとやりません。それ仕事じゃなくて参加したいんですけど。さゆみちゃん参加決定。わらは絶対参加しますから。わら絶対参加しますでしょ、はい、だから婚活イベントに参加する男女を20人ずつ集めて50人ぐらいにして、それでちょっと相乗りやろうよ。いいじゃないですか。いいんじゃないですか。それだから参加したい人は随時ついなまに参加希望っていうのを書いてください。よろしく、ダイレクトメッセージ送ってください。はい、お願いします。で本当にちょっと婚活イベントもやっていきたいと思いますんで、ダメかね。いけるでしょいけるでしょう。婚活イベントをやりたいと思ってるんですけど、マコトデラックスの目標、日記を書く、大広島、体重75とゴルフの100を切る。あ、なるほどね。今婚活イベントがとんかつイベントって聞いたんですけど、すごいそれがおかしかったです。とんかつイベントね。今年もズムスタにこっそり見に行くとかね。まあそれもあるね。バイクに乗る。おいいね、いいね。誰この人。とっちらこ、とっちらこでいいの。木曜バイクに乗る、いいの。いいこと言ってますね。いい、そんなあなたに一文字からの、いっちゃいますか、お年玉オークション。イエ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 イ。エコー響いてますね。これすごいですね。仕込みでもなくそんなうツイートが来るなんて。うちすごいね。うちも喋り手の顔を見ながらエコーかけるね。エコーかけてほしいという顔をしたらうちはかけてくれるよ。うちほらすごいすごいですね。さあ、そういうわけでございまして、はい、一文字からのお年玉オークションでございまして、最初に言っておきます。ただではありません。もちろんオークションですので、ただじゃないけど、格安でお売りいたします。ほい。一文字が、2008年に買ったモンキーを売ります。イエーイ。今画面の方に実際映り始めましたが、これ2008年の1月何日に買ったんですよ、私ね、で、新車じゃないと思います。新車、新品かな、なわけないよね。なんで買ったの。いやいや、あまりにも綺麗だから。でもこれもう今ね、生産されてなくて結構プレミアです。買った時もそう言われました。純正です、純正、改造してません。純正のモンキーを探してました、私は。実は結構昔は憧れてたんです、これ乗る人、これに乗った藤波辰巳を見てそのアンバランスさがたまらなくて、雑誌かなんかで見てモンキー乗りたいと思ってました。で、買ったんです。ところがこの、まあ、1年、まあ、冬は寒いんであんまり乗らなかったんですけど、まあ、夏もちょっと乗れなかったんですけど、あんまり乗ってません。
で、なんで手放すことを決意したかというと、これ買った翌年に頸椎やったでしょ。ああ。で、腰もちょっと痛めたりして去年頸椎やったんですけど、でもこれ完璧に医者に無理って言われたんですよ。このあのモンキーに乗って首をちゃんと前に、なんて言えばいいの、ちゃんと正しい体勢で乗るのは首を痛めるので無理って言われて、もうちょっとこれはもうちょっと手放そうかなと、うん、結構反動が来るってことです。じゃあ首とかに、首ずっとだってほら、あそうか、 前鏡でやってたらちょっと頸椎3番目が痛いんで、3番目って細かいもうこれこ売ります。で、はい、このつい生をほら愛してくださってる皆さんでね、モンキーちょっと俺乗りたいよっていう人がいたらですね、ちょっとこれお安くね、すごいですもん反応が。いや、え、何、いやモンキー来た、おーとか続いてきてますよ。ドラゴンこれ乗ってたんだ。いや、あのね、ドラゴンが持ってた、藤波辰巳が持ってたんじゃない、多分雑誌かなんかの取材でちょこっと乗ってただけだと思いますよ。そんなにずっと乗ってたって感じじゃないですよ。私はダックスの世代、うん、なるほどね、お高いんでしょう。 いやいくらだろう、いくら、これ、まあこれ後ほどね、ちょっとね、はい、査定します。下取り価格いくらでさ、あの下取ってくれるか査定しますんで、うん、まあ皆さんその前後でね、まあもちろん一文字のことですから、買ってくれた人には、スペシャルサービスでなんかつけますよ、そりゃ。はい、あの走行ちゃんともう見てる方がいて、 6.9 キロ、うん、すげーって乗ってないだろ、本当に乗ってないんですね本当に乗ってないんだって、もったいない、全然乗ってないんだって。だからちょっとこれ売ろうと思いますんで、モンキーください。いや、だからただじゃない、はい、ただじゃない、50円なら買う、50円じゃ売りません、お初です、はい、モンキー二郎ですあのただじゃないんで、皆さん格安で、まあ、お譲りしたいと思いますで、はい、モンキー勢揃いがモンキーパークでたまにやってるってどういうことなんだろう。そういうのがあるのかな、バイクツーリングの仲間かね、そういうわけじゃない、これシャレかね、首が悪いと乗れないの、じゃあオイラはダメだ。いや、まあそれだから一文字の場合だけなんで、みんながみんなそうじゃないと思いますけども、何、モンキーパークって動物園なの、うん、まあそりゃそうだろうな、愛知かどっかにある、でそれがこのモンキーと、もういいよもういいよもう、わからないから、だからこれ番組後半で下取り価格を査定しますんで、皆さんその辺の金額をちょっとは何ですか、参考にしていただいて、はい、もしくは本当に買いたいという人がいたらお願いします、はい、その代わり、あの何ていうんですかね、取りに来て広島市中区某所取りに来てと、取りに来てくれたら、まあ、それ鍋料理ぐらいご馳走しますよねマジですか、マジですよ、それはそういうつい生でみんなで、あのモンキー切ってラン CC 原付です、大丈夫です、原付です、だからそれ、バイク仲間のイベントらしいです。あ、バイク仲間はやっぱりモンキーパークでモンキーみんな乗ってきてモンキーパーク行くの、めっちゃ面白いですね、すごいねそれ、面白いね、新車だと20万くらいでしょ、来たね、エンジンはかかるんですか、かかるよじゃないと売らねえよ三原まで取りに行くの、三原じゃないです、一文字のふるさとは三原ですけども、今広島でございます。エンジンの調子はね、多分ね、まあまあだと思うよ、はい、まあ、当分かけてないあ、そっか今本気で、あの通帳と相談してる方もいらっしゃいます、マジで、うん、嬉しい、原付で静岡まで改装は辛いで、運ぶのは辛いね静岡までね、それは頼むわ、どっかにね、県外の人はそれは無理だから頼むわ、誰かが繋いで走っていくとか、送料はだから送料は誰かが繋いでね、パスしてねモンキーパスね、あ、いいねそれね、それいいね、タスキの代わりに、あ、まあちょっと、わ、これガチで欲しいぞって、ほらいるでしょ、ほらすごいよ、すごい、このね、純正のモンキーってなかなかないんだよ本当に。もう一回ちょっと写してもらっていい、あの本当にね純正なんですよ、どこも改造してないんですよ、よくあの改造した、誰かが改造したモンキーっていうのはありますけど、本当に純正ですから、本当に上質ですよこれ、傷もないでしょ、乗ってないから、ほっとけぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。後ほど査定価格も発表しますんで、はい、というわけでございまして、もう興奮しておりますけども、もう11時19分過ぎたとこですか、はい、早いですね、早いですね、モンキー乗って駅伝いいです助け助け
あのちゃんと悪いとこは修理して渡しますんで、はい、エンジンのこととかその辺はねプロにちゃんとお願いしますんで、その辺はちょっとご安心いただきたいと思いますんで、というわけであのどんなお年玉かはですね買う人の金額によってですねいろいろお年玉つけたりしますんで、はい、ご期待いただきたいと思います。さあそれでは一曲聴いていただきましょう。呉出身のシンガーソングライター、この後電話つながさせていただきます。羽深智則さんでエバーグリーン。君の涙は僕の涙、君は僕、僕は君。
ハブカトモノリさんでエバーグリーン、いい歌でございますけども、で、あの書き込み見てるとですね、うん、ハブカさんが元安橋の上でライブや路上ライブやってるのを見て、ほう、磯道さんはシンガーソングライター目指したという書き込みがあって、実は去年の暮れに熊野町出身の磯道和久さんに電話をつないでですね、ツイッターのはお送りさせていただいたんですけども、うん、で磯道和久さんと同じく東京で活動しているのがハブカさんでございまして、はい、暮れに花クラブというライブハウスがあるんですけども、花クラブの店長久山良二さんと、つい生のツイッターが仲良くなりまして、で磯道さん、ハブカさんを紹介してもらったというわけで、ハブカさんに電話つながさせてもらいました。はい、ハブカさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハブカトモノリです。どうも、一文字と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハブカさんは今、東京はどちらなんですか？はい、東京の池袋に住んで活動しています。あ、池袋ですか。で、呉、はい、出身。はい。上京したのはいつですか？状況は2006年の4月。それなんかきっかけがあったんですか？はい、そうですね。まあ、それまでずっと呉市と広島市を中心に活動してたんですけど、うんうん、まあ、その時にちょうど年齢が26歳ですか。うん、ちょっと30歳までに、うん、なんとかしたいなと思い、そこで状況を決意して、ね、うん。もう何もないのに、捨てとかなく行ってみようって感じ。活動してるうちに東京のいろいろな、うん、あのミュージシャンの方や、もう一線で活躍されてる方と知り合う機会もあって、うん、まあ、そういった方のおすすめもあって、うん、一念発起という形で。なんか普通に電話で聞く声も透明な、透明感がある。私とはもう正反対の素敵な声ですよ。本当に。で、今は一人でバンドってんじゃなくて一人で。そうですね、シンガーソングライターとして一人で活動してるんですけども、うん、あのバンド形式でやることもあります、うん、あ、そうですか。で、はい、エバーグリーンは2009年4月にリリースされたファーストシングルでございまして、はい、限定1000枚が完売したんですか？そうなんですよ。あの皆様のおかげで本当に、これってあれ、1000枚完売することができました。ライブしながら手売りって感じですか？そうですね。もうあの店舗販売は行ってなかったので、うん、CD を持って、うん、まあ、ライブハウス、ライブバー、もしくはあのストリートライブといった形で、うんうん、いろんなところに足を運びまして、歌って、ね、はい、ねえ、東京でさ、シンガーソングライターとしてなんかこう活動するって結構大変でしょ？まあ、地方でも大変ですけど、実家がない分さらにさ。まあそうです ね、 ねえ、あの本当に距離もあるんで、うん、あの広島が恋しくもなりますね。ねえ、たまに広島帰ってるんでしょ？はい、そうですね。あの、まあ、広島が恋しくなりますねと言っておきながら、実はあの 1,2 ヶ月に1回ぐらい、最近は、はい、あの遠征という形でライブをしに帰らせてもらってます。うん、あ、そうですか。今度はいつ帰ってくるんですか？はい、今度はですね、一番近くて確定してる予定で3月6日に、うん、あのお世話になっております花クラブの、はい、呉でさんの花クラブでライブが、はい、なんとあの磯道和久と羽塚智則、そしてあのもう一人コウ君っていうんですけども、その3人でスリーマンライブを、あら、まあ、はい、それはまあまたちょっと近づいたら PR しなきゃここで、ね、そうですね、ぜひぜひ、ああ、コウさんにも電話つながさせてくださいよ。そうです、そうです、それはもちろん。ね、え、3人でじゃあ東京でもこういろいろ刺激し合ったり連絡し合ったりしてやってる感じですか？そうですね、3人で一緒にライブをしたり、うん、3人であのユーストリームの番組を、あ、そうなの、また教えて、はい、じゃあいろいろ。そうなんですよ、ね、え、今日はあの、うん、東京のお客様もすごい見てくださってるので、あ、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、たくさん来ておりますよ、ね、え、そしてあのつい生 の、 あの常連の皆様も本当にありがとうございます。あ、もう本当あの広島ね、これ一応全世界の広島県人に向けてやってる番組なんですけど、す、他県の人ともつながりながらこうやってなんか、はい、広島のアーティストが頑張ってるのはとても素敵なことだと思うんで、本当頑張ってください、はい、頑張ってください。ハブカさんの今年の目標夢は何ですか？はい、今年の目標もちょっとさっき書き込ませていただいたんですけど、うん、まず5月22日に誕生日なんですよ、お僕、おう、そこであのワンマンライブを東京で行います。 お行うんですね。それはまずは成功させるという、うん、お、素晴らしい、はい、それとあとあの今回、
先ほど流させていただいたエバーグリーンシングルはもう完売してしまったんですけど、うん、アルバムにまた収録されておりまして、うん、そのファーストアルバム、ザ・ビギニング、うん、それからセカンドシングル、時間よ流れて、うん、2つの CD を今持ってるんですけど、うんうん、これを1000枚完売させるというのが今年の目標です。もうさ、もう本当にハブカさんには申し訳ないんですけど、すごいアナログなコミュニケーションですよね。だって1000枚作ってそれをね、ライブしてそれを買ってもらってっていうことですから、はい、いいよね、はい、でもそういうのが。いや、そうですね、直にお客さんとも出会えて、うん、一緒にこうライブを楽しんで、うん、そして、まあ、会話もして感想も聞かせていただいて、うん、またそれを自分の力にしてライブをするということができるので、ね、はい、ねえ、ハブカさんがこう、まあ、なんていうの、もともと音楽との出会いのきっかけとかって何かあったの？うちの母親がすごくもともと音楽好きなんですよ。で、まあ、それに対してうちの父親はあまり音楽が得意でなく、うん、まあ、母親いわく音痴だったそうなんですよね。でそれを子供に伝染させるのを防ごうということで、音楽やらしたんだ。はい、ピアノ教室に幼稚園の時に入れられまして。はい、へえ、まあでも何がどうなるか分かんないけど、でも本当なんこうどういう言い方がよくいいのか、何があったら成功かっていうのは最近一文字はよく分かんない。でもね、一つ思うのはやっぱ長く続けることが成功だと思うんですよ。うん、そうですね、うん、はい、だから本当頑張ってほしいし、長く続けてほしいと思います。はい、1000枚完売。5月22日、うん、結婚記念日ですという方書き込みがありました。ありましたね、さっきね、はい、モーターベースホールだったですね。で、あと広島でのライブも行きたいという書き込みもありましたしね、うん、あと熊本にも来てほしいですとかあるんですけど、熊本も、ね、熊本行きます。行くの？そうなんですか。いや、今年は、まあ、もう一つ目標があって、うん、これまでにライブをしたことない県に行きたいということがあって、うん、熊本はまだやったことがないので、うん、ぜひ候補の中へ、そういった情報とかってどこで今後見ていけばいいんですか？どこどこでライブしますか？今後ははずか智則のホームページから、全ての情報、それから、まあ、出演依頼なんてのも受け付けさせていただいております。なるほどね、じゃあ皆さん、はい、はずかさんは、まあ、とりあえずはツイートをフォローして、はい、情報とか取ってほしいと思います。はい、1000枚完売でございますので、うん、ちょっと本当頑張ってください。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。じゃあそのセカンドシングル聞きましょうか。ありがとうございます。じゃあ曲紹介お願いします。はい。次生をご覧の皆様、はずか智則です。広島県呉市出身ということで頑張っております。これからもガンガン活動していきますので応援よろしくお願いします。うん、それでは、はずか智則の2010年6月にリリースしましたセカンドシングル、時間よ流れて聴いてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。覚めた朝のように虚しい日々、思い出や約束、今は何もかも遠く無力で、悲しみの迷路、泣くことさえもできずさまよう、あなたの記憶は涙で笑いを通せやしないから、時間よ流れて、全てをセピア色に変えて、それだけがこの胸の傷口を癒してくれ、人混みの中不意にすれ違った、同
しい香り、振り返ってみてもそこにはあの笑顔はいない。あの日の過ち、あんなにも許せなかったのに、離れてしまえばこんなにもあなたが愛しいだなんて。時間よ迷う。あなたの記憶は涙では洗い落とせやしないから浸ってしまいましたね。皆さんの反応もすごい。切ない曲でございますね。はぶかともの、はい、さんで、これがセカンドシングルでございます。時間に流れて聞いていただいておりますけども、本当はなんていうんですかね、磯道さんとそれからはぶかさん、今度こうさんにも電話つなぐんですよね。はい、ね、そうですね、つながさせていただきますし、またこの曲をナチュラリストでもオンエアできたらいいなと思っておりますんで、どんどんみんなもちょっと頑張ってるいい曲書く広島のシンガーソングライターをね、はい、応援してほしいと思います。よろしくお願いします。さあ、バルコムユーストスタジオから世界とインタラクションのつい生でございますけども、今夜もコレスキー広島のクーポン券プレゼントやっております。公式リツイート、非公式リツイート、どちらでも OK でございますんで、つい生が書き込むツイートをリツイートをまだしてない方はしていただけたらと思います。はい、なんか山形で羽深さんを待ってるという書き込みがありましたが、山形の人も聞いてくださってるんですか ね、まあ、山形の人も4月ぐらいまでには1回は広島来るでしょう。出た今週のプレゼントはコレスキー広島のクーポン券でございまして、皆さんコレスキー広島もぜひホームページ見てください。はい、JR 広島駅の新幹線口から徒歩7分、あたご町のチャイニーズレストラン天竺のフルコースプラスワンドリンクのクーポン券をペアでプレゼントさせていただきます。ペアでプレゼントよね、これね。ペアです、ペアです。7000円分のお食事券でございますんで、フカヒレスープとかですね、四川風の麻婆とかですね、美味しいものがいっぱいありますんで、こちらを今週はプレゼントさせていただきます。
明日からこれがコレスキ広島のクーポンに登場しますんで、明日以降チェックしていただきたいと思います。1月の18日から4月30日まで使えますんで、山形からも来るでしょ、4月までには1回ねえ、あるでしょじゃあ一文字、お前山形来るのかよって聞かれたらちょっと困るんですが、もちろん当たったら誰かにプレゼントしてもいいんでしょ、それダメなのかね、できるよね多分ね、できます、はい、県外の方そういうこともできますんで、ぜひツイートしていただきたいと思います、はい、ツイ生もう出てますね、これは、ね、もう一回出ました、もう一回出ましたんで、はい、ツイートしてください、よろしくお願いします、というわけでございまして、まあ今年はね、いろいろこうやって、うん、シンガーソングライターの人とも出会ったら、いつの間にかオンエアできる楽曲が増えたりとかね、はい、いろいろしてますんで、これからも何ていうんですか、他県で頑張る広島県人をですね、うん、この番組ちょっと追っていきたいね、まあできればインドあたりまでね、また出たインドまた出たインド、どうなるか、また出たインド、そのあたりまで追っていきたいと思いますね、はい、また皆さんもなんていうんですか、ツイッターやっててさ、うん、そうやって頑張っている広島の人がいるっていうのがあったら、ぜひちょっと教えていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、山形から行くよ、多分ほら来たら大接待するよね、うん、する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 、ぜひぜひ、はい、私は山形に今年は行かないと思った老眼道、お前すごいネガティブじゃんか、その書き込み、それないだろ老眼道、ちょっとびっくり、あほらクーポンの天竺っていう店はさ、広志久保さん駅裏の中華のお店で、店前から気になってたんですよね、ほらほら、ほらほら、あとハブカさんから、山形は去年初めてツアーで行ってるんだ、もん行ったんですね、とても温かく迎えていただきまして、今年も行きます、うん、いろんなとこ行ってるね、やっぱシンガーソングライターっていいね、つくづく思うね、ね、俺らもさ、やっぱりモンキーをさ、リレーするどこへ、さっきそんな番組できるんじゃないですか、ね、とか書かれてましたよ、さあ、その一文字がお年玉プレゼント付きでオークションにかけるモンキーでございまして、これ本当に皆さんにできたら、まあちょっとね、タダで出したらかっこいいんですけど、そこまでね、ごめん、金がないのよそこまでちょっとあれなんで、できたら、あ、東京練馬から今日初めて拝見しております、トレイン M89 さん、ありがとうございます、あれなのよ、そこまでね、ただで出したらかっこいいんですけど、それは無理なんで、まあ、ちょっと格安では出しますんで、モンキーを買っていただきたいと思います。で、この時間は一体このモンキーが下取り価格いくらなのか、うん、電話つないでお話を伺おうと思います。もうツイッターやってたらこういうのってあれだね、もうまたちょっといけないコメントですけど、タウンページいらないね、おー言っちゃった、いろいろこうつながりができると、これね、ーモーターベースさんにもうつながりありますから、はい、電話かけてみようと思います。嬉しいよね、こうやってなんかいろいろ聞けるのがね、そうですよね、その直に情報が聞けるっていうね、そう現場の情報が聞けるんですか。モーターベースは安佐南区西原でございまして、去年7月にオープンしたお店でございます。もしもし、はい、ご無沙汰しております一文字と申します。お世話になります、モーターベースです、その説はいろいろどうもありがとうございました。いいこちらこそありがとうございました。モーターベースさん、はい、いいですよね、モンキーですよ、これこれいいですか、え、もうすごい綺麗じゃないですか、綺麗、乗ってないんですもんなんでここが6キロなんですか6キロすごい、いや頭打っちゃいました今壁で頭ぶつほど笑ってしまいましたものすごい少ないじゃないですか。少ないんですよ。でこれ割と綺麗でしょ、いやいや、いいと思いますよ、純正のモンキーですから。なかなかないですからね、でもこれ言ってないのは、意外にモンキー好きな人は探してますよね。僕も 2,3 人から声かけてって言われてるんで、おこれはちょっといい掘り出したものがあったなと。ということはモーターベースさんのとこでちゃんとエンジンとかもちゃんとしてもらって、うん、で、これなんかは販売できたらと思うんですけど、どうでしょうか。 ありがとうございます。それはぜひご協力させていただければ。やったやったで、これモーターベースさん、まあ、ぶっちゃけですよ、今この番組、聞いてくれてる人も買いたいと思ってる人が多少いらっしゃると思うんですけど、まあ、一文字は、まあ、お年玉付きって言ったんで割とちょっと格安にしたいんですけど、まあ、大体どれくらいで、まあ、なんていうか、まあ、まあまあ下取り価格って言うんですか、うん、そうですね、まあ、査定って言うんですかね、まあ、ちょっとどれくらいですかね。とりあえずですね、まあ、実物見てないで何とも言えないんですけど、あ、そうですね、はい、写真見ただけでとりあえず僕が買い取りするんだったらもう10万は出しますね。おーおーおーっと
さっき新車で20万ぐらいということだったんですけど、おっと半分って言ったらでかいですよね。モーターベースさん、うん、すぐに実物見に来てください。今すぐお願いします。行きましょうか。あれオークションなしで出てますから、じゃあ大体1週間オークションしようかね、1週間じゃあ、最低価格5万円からでいいですかね。ああいいんじゃないですか、オークションですからね。オークションですから、どうしよう、5万円、ね、5万1円とかだったら。それ1人しかなかったってことじゃないですか。じゃあこのモンキーを5万円の最低価格でオークションさせていただきます。1週間ツイ生か一文字の、ダイレクトメッセージで受け付けますね。それでいいですか。ダイレクトメッセージなんですか。あ、じゃなくてもうツイートでいいですよ。ああ、ね、その方がみんな値段分かっていいですかね。あ、そうですね、ダイレクトメッセージしたら一文字が操作してると思われますもんね。じゃあ一文字かツイ生宛てに金額出してください。で、常時私も1日に1回今これだけ入ってますっていうのをやります。あ、最高価格っていうのね。最高価格っていうのね、はい、1週間、来週の番組で誰に売るか決定します。おー、すごい。もしかしたらモ、ね、ーターベースさんかもしれない。頑張って狙ってみます。ありえるかもしれないですかね。わかりました、ありがとうございます。あのモーターベースさんはそういうのをバイクとかも気軽に下取りとか相談していいんですか。あのお店はとりあえず車屋なのでバイクはまだ趣味なんですけど、いずれね、2代目3代目を持ったら、こう、うん、輪が広がっていけばいいなとは思ってるんで。なるほどなるほど。まあ、車とかだったらもう気軽に。ああ、もう車だったらもう何でも。何でも。どんな用事でも何でもやります。おー、いいですね。わかりました。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでございまして、モンキーのオークションは最低価格5万円でスタートでございます。はい、5万円からスタート。買っていただいた方には、まあ、それなりのお年玉もちょっとつけようというね、企画でございます。はい、1円刻みでいいのって。1円刻みか、1円刻みか、まあまあまあいいんじゃないですか、1円刻みよね。ね、まあ、思う金額を入れていただければ、最低額5万円からモンキースタート。ハンドルに錆びなかった、屋根下で綺麗に保管されてたんですね。はい、ガレージの中で展示してました。すごいですね、皆さんよく見てますね、あの写真で。あの今度またちょっとあの実物を何とかしないといけないね。実物をここに来週持ってくれたらいいね。え、それが一番いいよね。そこでこの番組の生放送中に、そうですよ ね外で今日映したように映せますもんね。そうよね、それが一番いいと思う。ちょっと考えますわ、うん、それね、新車より高くなったりしてって書き出すさん。それはないと思いますね。それはないと思いますけど、それ新車より高くなったらそりゃどっかでまたモンキー仕入れておりますよね。本当にあのどなたか書いてらっしゃいましたけど、一文字さんにお年玉が入るんじゃないかっていうね。そうちょっと待って、でもモンキー買った時一文字自腹切ってますからね、もちろんこれね。そうじゃないね、ちょっとごめんなさいね、本当いろいろね、金に困ってるんですよ。今ね、お金に困ってそう、プっていう書き込みまでありましたよ。お年玉何つけるかっていうのはちょっと来週まで考える。そうそう、あのね、それは誰がにかその人にできるだけ合う状況で何かつけたいと思っておりますんで、またちょっとそれはまたあの考えさせて。もう入ってますよ。何何、55,555円。ああ、555できましたね、はい、エンジン音とか放送してほしい。ああいいね、いいね。ちょっと来週までに何とかするわ。それ来週はじゃあモンキースペシャル、モンキースペシャルいきますか。モンキースペシャルやろうと思いますんで。すごいな、ぜひぜひ試乗したい柿田さん。おー、はあ、そうきたか。まあそのあたりもいろいろちょっと楽しみ、考えていきたいと思いますので、来週はモンキースペシャルでございますので、1週間皆さんからの買取金額受け付けますんでよろしくお願いいたします。広島市浅南区のモーターベースさんにご協力いただいて、この企画なんとか実現してい、はい、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それじゃあ1曲聴いていただきましょう。広島出身のシンガーソングライターコウさん、まだ電話つながってないですけどもね、いつか電話つなぎたいと思います。コウ&RHM でフリーウェイ。知れない。
明日ならせめてさあ、せめて好きなように生きてごらん。何も恐れることはないさ、歩き出した先にただ君の道があるだけ。雨上がりの海を日の光が照らせばまた道が見えるだろう。行かせておくれこの聞いていただきました。 Co&RHM でフリーウェイでございまして、チャンスがあったらまた Co さんにもちょっと電話でね、つないでいろいろお話聞けたらと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもみんな頑張ってるね。俺たちも頑張らないといけないね。頑張りましょうよ。ちょっと今年はね本当にダイナマイトサバイバルですからね。本当にもうね今年はねやることは何でもやりますからね。一文字はね、あの変なことはしないですよ。変なこともしながらですね、変なこともしながら、変なこともしながらですね、ちょっとやっていこうと思いますんで、本当にあの皆さん今年1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとあれですよ、あの番組の方もね、あの松本ユーミンがやったりとかですね、あとねちょっとねまだあまり発表できないですけどね、まあ、ちょっとねいろいろね垣根を越えたね、なんていうんですかね、サバイバルダイナマイト、またかいって言われそうですけど、なんかそういうねいろいろねあの番組も増えてですね、ちょっとやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします本当に。ということでいろいろ皆さんあのね、書き込みいただきましてありがとうございました、はい。これ好き広島のプレゼント発表いきますか、はい、プレゼント発表いきますか、いっちゃいますか。決定しました。当選者この人でございますんで、今から電話しましょう。ないです。あ、電話ないですか。すいません。発表させていただきましょう。はい、これ好き広島のクーポンでございます。天竺のクーポンが当たったのは、これなんて言えばいいですかね、ともこさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ともこさんにクーポンをお送りしますんでですね、ぜひあの天竺行ったレポートをしていただきたいと思います。ともこさん広島の人ですよね。トモコさん、ね、広島の方ですか。広島の方ですね。トモコさんにお送りしますんで、はい、ぜひぜひ行っていただきたいと思います。お願いします。明日以降これ好き広島のホームページ見ていただきますと、お得なクーポンが載っておりますんで、はい、天竺のこちらの方もチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということでございまして、新年一発目のですね、はい、ついなまでございますけども、どうですかさゆみちゃん。はい、
あ、私ですか。新年一発目、新年の抱負、新年一発目の最後の最後に顔が映ってしまいました今。いやね、うん、やっぱりいろいろ私も頑張っていこうと。頑張っていこうと、はい、うん、ちょっといろいろ考えてます。お、ま、何を。あの去年最後にちょっとやらせていただいた、あ、はい、あのクラブのメンバーたちでちょっと何か考えておりますので、そうそう、やってください、やってください、はい、ともみさんから、ともこさんですかね、すごいびっくりした、はい、広島市です、ぜひ行ってくださいね、皆さんね、よろしくお願いします。今年は本当に君にあれですよ、ダイナマイトサバイバルですよ、本当に、本当ちょっと頑張っていこうと思いますんで、ね、生き残りましょうちゃんと、本当に生き残っていこうと思いますんで、ぜひぜひ皆さんまた、ツイナマの方応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。毎週火曜日夜11時からこんな感じでやっていきますし、またスペシャル番組もね、どんどんやっていきたいと思いますんで、バルコムユーストスタジオからですね、やっていきたいと考えておりますんで、ぜひぜひ応援していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあモンキースペシャルは来週ということで。そうですよ、モンキーを誰がここまで持ってくるかっていう問題ですよね。あ、そっか、展示してあるんですもんね今。展示してあるんだった、ね、忘れてた。それをどうやって持ってくるかですよね。それはウッチーさんじゃないですか、やっぱりバックスキといえば。じゃあウッチーが持ってきてくれるのをツイキャスで中継しますから。後ろからね、ウッチーが今移動中みたいな。それちょっと楽しいね、ドキドキするね。まあそういうこと、お茶目なこともやりながらですね、そうですね、はい、頑張らないで頑張るの精神でちょっとやっていきたいと思いますんで、今年も一つツイ生よろしくお願いいたします。頑張ります。皆さんいろいろまたツイートしていただけたらと思います。11時55分でございます。ちょっと早いんですが、はい、そろそろ今夜はこのあたりで撤収ということをさせてもらってよろしいでしょうか。はい、また来週も火曜日夜11時になったら、ユーストでやっておりますツイ生ラジオ聞いていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ついつい生だし広島ラジオ、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りしました。Yeah.